はい、お便り子供陽介ガリンです。お便り子供によるです。はい、おはようございます。おはようございます。今日はですね、はい、CDJ というかデータプレイヤーというか、はい、いうことで、はい、もう皆さんもう超おなじみの、これを知らなかったらはモグリでということで、ジェミナイ、はい、ジェミナイですね、の、データプレイヤーを紹介したいなというふうに思います。はい、はい、荒川くん、ところで、はい、ジェミナイっていうとどういう印象ですかね。僕は、はい、初めてちゃんと自分のターンテーブル、はい、ミキサー買った時は、うん、ターンテーブルジェミナイでしたね。おお、当時はもうめちゃくちゃ DJ セットでオタレレコードで5万円台とか、うん、ダイレクトダイブで買えてましたんで、うんうん、あのコスパのいいブランドというイメージですかね。うん、なるほど、はい、はい、結構ね、よ今なんかね、結構もっと上の世代とかになると、あの本当に憧れのブランドみたいな。あ、なんかヨシさんとか GM ヨシさんとか、はいはいはい、あ、タースさんだったかな、ヨシさんかタースさんとか、なんかニューヨークまで買いに行ったってね。マジですか。いや、そうですよ。ミキサーですかね、うん、もうスクラッチミキサー。ああ、そういう感じですよね。もうジェミナイのミキサーがもう本当に欲しくってみたいな感じで、はいはいはい、そうですね、っていう感じを経つつ、はい、まあずっとぼちぼちやってる今はぼちぼちやってると、はい、いうような感じのブランドです。なんといっても安いっていうね。そうですね、あののが、魅力ですけど、はい、はい、いうことで、MDJ600 という製品が、はい、あります。もうあの実は出てしばらく経つんですけど、はい、ちょっとですね、あのいろんなことがありまして、はい、オタレコではちょっとどうしようかなっていう風でやってたんだけど、今回なんとファームウェアがアップデートされて、はい、これだったら皆さんにいい感じでお届けできるなと、はいはい、いうことで、ようやくってことですね。ようやく、はい、はい、じゃあちょっと取りますね、箱。はい、という感じですね、はいはい、で先にもうお値段を言っちゃいたいなと、はい、いうふうに思います、はい、まあ参考までに申し上げますと、はい、パイオニアの CDJ350 が1台いくらかっていうと、ちょっと調べますね、陽介さんに。もちろんあのお題ウェブで調べますよ、350ね、はい、いくらなのかっていうと単品で、まあ6万円近くするわけですよ。そうですね、6万円近くね、はい、うん、あ、6万円ぐらいか、税込みで。そうですね、税込みで6万1508円ですけど、はい、これだとまあ半分ぐらいで買えてしまう。そうですね、約半額ですね。2台でなんと3万6万円なんとか切るか切らんかぐらいの、まあ、ちょっと飛び出るのか。そうですね、飛び出ます、ね。まあ、要は3万円ぐらいなわけですよ、はい、1台、はいはい、うん、今のご時世、ええ、すごいなと。すごいですね、うん、まず値段で驚いてもらうと、はい、でその次はですね、これもデミナジェミナイデミナイジェミナイの伝統芸能なんですけど、はい、無駄にあの9の字がでかいっていうそうですね目いっぱい、はい、目いっぱい元気よく書いてあるっていうことですね。わかりやすくていい、わかりやすくていいですね、はい、いう感じですね、はい、うーん、ちょっと余白が欲しいなっていうすごく思うんですよ。うん、これジェミナイの人見てたら見てないですかね。どうですかね本当にこれだけも俺は本当にやめた方がいいと思う、うん、けど分かりやすい、分かりやすい、そうですね、うん、はい、からいっか、うん、まあそんなことは大した問題じゃないんですよ、はい、要は DJ がうまくできるかできないかっていうことなんで、はい、で、はい、まあ CDJ といえばですね、まあジェミナイも昔から CDJ あったんですけど、はい、いろんなモデルを経てなんと液晶がついたと、はい、いうことですね、はい、で、しかもフルカラー、スーパーフルカラー液晶です。スーパーフルカラー液晶ですね。はい、いうことでございます。で、あとは CD、当然 CDJ だから CD 入ります。うん、で、なんとこれですね。はい。はい、
USB もできるということでよろしいですか。はい、はい、じゃあまず最初に CD を、はいはい、今日はあのメーカーの CD ですね、あのラッパーの、メーカーの CD、 最近会ってないですねメーカーね、はい、こんな感じで、こんな感じですね、はい、うん、はい、ね、もう一回やりますか、はい、ということですね、はい、でまあ入れてみましょう、はい、はい、うん、で、果たして かかるのかなそこからですかメーカーの CD ね、メーカー、はい、うん、高野目プロデュースですからね、はい、あ、いかいかい、あ、すいません、ここ CD を押してくださいね、はい、CD にすると CD モードになりますからね、かかんないじゃんと思ったら CD を押してなかった。で、なんとですね、このスピーディーにこの波形が出てくるいやいや、ほんとすごいですね。これだって、パイオニアよりもひょっとしたら早いかもしれないですねぐらいです。あ、いかがな、いきなりちょっと種を明かしてしまった、はい、いうことですね、はい、で、もうちょっと言いますけどスクラッチできます、はい、はい、で、ジョグモードですね。これバイナルモードと、普通の CDJ モードとあるということですね。はい。もうこれだんだんね。これ初心者の人見たら、これ壊れてるんじゃないですか、音飛びなんじゃないですかって。それは違います。はい、これはあの Q モードの CDJ モードのその頭出しの時にやるやつですね。まあいいや、とりあえず、まあバイナルモードでいきましょうか。はい、で、これって確か Q モードって変わったんだったっけ、変わってますね、確か。ああ変わってますね、じゃあ一緒ですね、ですね、はい、ジェミナイモードっていうのが伝説のジェミナイモードっていうのもうちゃんともう全部喋りましょう、はいはいはい、もう伝説のジェミナイモードっていうのがあって、今でも CDM4000 は確かそうなってるのかな。 Q ポイントの設定が、初心者の人すいませんね、 Q ポイントの設定の仕方がジェミナイって例えば、ここのじゃあここの山のここの山に Q ポイントを合わせようとすると Q ポイントを設定するのに一時停止を解除するっていう、これ今ので Q ポイント設定される設定されるっていうことなんですけど、それがジェミナイの伝統的なやり方だったんだけど、それから脱却しましたね、ついにこれ、はい、パイオニア方式と一緒になりました、はい、精一杯反抗し尽くした結果どうなはい、まあみたいな感じですね。で、あとですね、昔のジェミナイの CDJ、初期のジェミナイの CDJ を知ってる人からすると、この Q の反応があんまり良くないっていう、ことを言う人がいましたけど、はい、ちょっとやってみてください、アルバカ。この感覚もできないかったですからね。あ、できないできないできないです。全然問題ないですね。いいですか。大丈夫です。はい。いいですね、ということで、普通にプレイ、うん、普通にできますね。はい。普通にできますね。まあまあまあ、でもそれがすごいことなんです、そうですね、実は。はい。でいうことです。はい。で、あとですね、はい、それだけではなくて、いろんなことができますから、こいつは、はいはい、で、なんとリバースモードもついてますから、はい、ちょっとやってみましょうか、はい、まずじゃあ再生して、はい、これをここに、はい、どうですか、はい、という感じでリバースもできちゃう、はい、はい、で、あとですね、キーロック、これもしっかりついてますからね、これは何かっていうと何ですか、アルガ君、これは、これはですね、はい、音程を変えずに速さだけ変えることができるんですね、うん、なんでこれをオンにやってると速さをこう変えた時にも音程が変わらないので、うん、曲がこう変な風に女の人の声が おじさんの声みたいになったりしないと、うんっていうことですね、はい、じゃあちょっとやってみましょうか、あ、これはいますか、あ忠実に言ってくれる、はい、音
根底が変わっちゃいますよね。まあ、これはしょうがないことなんだが、はい、なんとこのキーロックを押すと、はい、うん、速さだけ変わってる、うん、はい、という感じですね、はい、このキーロックもつきましたぞということです、はい。